こんな感じのね、まあ、定規を作ります。こういう感じですね。まあ、これが FL ですね。FL から55センチ、FL から55ミリですね。これは畳の厚みです。それから14、これが、ね、板ですね。削ってきて14になりました。そしてネタ。ネタが今回59ミリあります。そして大引きが103ですね、今回。そしてまあこれがね、水ですね。レーザーを今置いてますよね。あのレーザーの炭が出ているのがここです。ここに要はレーザーの炭を持っていけば、ね、大引きの高さも全部わかるということですね。これをこういうのを使って、炭をね、打っていきたいと思います。炭がね、継ぎ終わったので、まず次はね、このヒノキの材ですよね。このね、材料を使って、まずこの入り口ですね。これね、ここと、この間ですよね。この入り口のとこに、ネタ点ですね。大引き手になし、ネタ点の高さで、このね、角材を入れてと、入れていきたいと思います。
これでね、大体、値段上げがね、ぐるっと回ったので、次はね、真ん中に大引きのね、刀流をね、入れていきたいと思います。大引きなんですけど、長さがね、やっぱり4メートル超えてるんで、継ぎ手をつける必要があるということでね、その継ぎ手をね、今から作っていきたいと思います。